in the painting of the adoration of maggie painted by leonardo da vinci you can read a hidden secret number of 131 at the right top of the painting number 131 which stands for inanna in jewish gematria along with secret numbers of 51 in mona lisa and 61 in saint jerome also painted by Leonardo da Vinci, number fifty-one stands for the planet Mars, and sixty-one stands for God in Jewish gematria. And then you can see many secret and hidden messages in the painting, along with a message of a very strange dark shadow on Maria's left arm in the painting of the Adoration of Maggie. Today's video is about the strange shadow of it and here is my answer. What is the shadow on Maria's left arm and what it is for Leonardo painted it? Then what is a message, hidden secret in the painting given to us humans by Jesus Christ after 1500 years? 1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が描いたと言われている東方山博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しましたえつまり聖母マリアはイナンナのことであるとその絵の中に131という数字が隠されていました131はユダヤのゲマトリアつまり暗号によれば イナンナを意味しますがそれだけではありませんこの絵の中にはさまざまな隠し絵騙し絵が仕込まれていますがその中の一つがマリアの左腕に描かれている奇妙な影です今日はその影について考えてみますがその向こうに1500年後のイエスから私たち未来の人間に残された重要なメッセージを読み取ることができますその影は 何なのかまたその陰に隠されたメッセージとは何なのか広志林 City, Japan では画面を見ながらもう一度最初から説明しますレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方さん博士の礼拝と題された絵ですこの絵の絵中には 隠し数字が仕込まれていました右上の黄色い枠の部分に注意してください拡大してみますそして180度回転してみますするとそこには131という数字が現れてきます131です131ですねえつまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチは この絵の中に私たち人間に対するメッセージを書き残したということになります131というのはですねユダヤのゲマトリアで解読するとイナンナということになりますイナンナイシュタールのイナンナです、えー、つまりここに描かれているマリアというのはその正体はイナンナ イスタールのことなんだよとですがここまでだけなら皆さんの中にはそのようにも見えるかなというふうに思われる方もいらっしゃると思いますがモナ・リザの絵の中には51という数字が隠し込まれていました経枠で囲った部分を右に拡大してみましたそして左右反転するとそこには 51という数字がが浮かび上がってきますこの500年間この数字に気がついた人はいませんつまりここに描かれているのは5111種ゲマトリアで解読するとですね火星という意味になりますつまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね1500年後のイエスはこの絵の背景に描かれているのは火星の風景なんだよということを私たちに 言い残したととうことになりますですからモナ・リザの絵の背景を上下反転し拡大するとそれは現在の火星のパノラマ風景と一致しますそれについての称号は別のところでし,ましたのでまた興味のある方はそちらをご覧になってくださいがこれでも満足なさらない方はいらっしゃると思います 他の絵の中にもダヴィンチなる画家はですね隠し数字を仕込みましたこれはセント・ジェロームの絵ですけども左上のキー枠の部分に注意してくださいこのキー枠の部分の中には61という数字が隠し込まれていました同じく180度回転すると61という数字が浮かび上がってきます61はユダヤのゲマトリアによればですね神 神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身なんだよという、まあ、メッセージが仕込まれているということになりますここが重要ですからもう一度確認しておいてくださいユダヤのゲマトリアつまりカバラ比数学に基づく暗号ということになりますが61は神を意味しますつまりここに描かれているのはセント・ジェロームをテーマにした 神自身であるということになります。そして、このセントジェロームなる絵の中に書かれている61という数字に注意してください。6。1という数字の書体に注意してください。ここに使われている書体は先ほどお見せしました。東方三博士の礼拝の中に描かれている書かれている数字の書体と一致します。 右下が東方山博士の礼拝の中に書かれている131という数字ですそして左上が、えー、セントジェロームの絵の中に書かれている61という数字です書体が一致しますつまり右下の数字は131ということになりますそこでいよいよ本題ですがマリアの向かって右側 左腕に注意してくださいマリアの左上には奇妙な影が描かれています今矢印で示したところです左に拡大してみました一見すると何か草のようにも見えますが私はこれを草とは判断しませんでした注意深くご覧くださいまあ、この絵だけでははっきりしませんそこでこの絵に注意してください これはダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵です。この中央やや右寄りにあるフクロウの形をした置物の下に注意してください。絨毯の下に奇妙なものが描かれています。この木枠で囲った部分です。私林、林博士はこの木枠で囲った部分に描かれているのは三本指の足であると判断しました。 マリアの足とは別に、またそれに接近して、もう一本の足が描かれているということになります。三本指の足です。注意深くご覧ください。このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチ・なる画家を通して、1500年後のイエスは、この絵の中に、ストリックス、つまりフクロウの魔女を描き込みました。三本指の足です。他にもこんな例があります。 これは、岩屈の聖母と呼ばれている絵ですルーブル版です。す。ルルーブ版この右下の人物、天使に注意してください。この天使の足もおかしいです。今、キーワで囲ってみました。でこのキーワの部分を拡大したのがその上の図ということになりますが、指3本までは数えることができます。そして4本目が白い というところに注意してください。これも騙し絵、隠し絵の一つです。この白いのは、周りの葉っぱと同じ色であるということですね。つまり、葉っぱで4本目の足を表現している。つまり、騙し絵ということになります。つまり、ここに描かれているのは、3本指、3本指の足、つまり、魔女の足であることを示しています。これは、シュメールに残るリリートのレリーフと言われていますが、現在では、 イナンシナタール説に落ち着いていますでこうして3枚の絵が出揃いました、えー、左上がですねこれは何かということです中央は天使の足右は受胎国史の絵の中に描かれているマリアの足ということになりますで左上の絵だけですとこれは何か 分かりませんが右そして中央の絵と重ね合わせてみるとですねやはり左の絵もですね隠し絵騙し絵の一つであると判断できますえつまりここに描かれているのは3本指の魔女の手ということになるのではないでしょうかえつまりこれが1500年後の イエスから私たち未来の人間に対するメッセージということになりますえつまりこのような形で1500年後のイエスは私たちにこう伝えたかったのだと私は判断していますつまり人は見かけで選んではダメですよ神もまた見かけで選んではダメですよ もう一度最後に東方三博士の礼拝の絵の中に描かれていると思われる三本指の魔女の手に注意してください。三本指の魔女が相手いうならば餌となった子供のまの、あ、左腕に手をかけている絵ということになります。Bye for now! Hello, this is h i r o s h i h a s i h a m m a City Japan.A hidden history behind common sense.A mystery of a virgin in a rock cave. 常識の向こうの隠された歴史。岩窟の聖母の謎。これが、レオナルド・ダヴィチンが描いた岩窟の聖母の絵です。左がルーブル版、右がロンドン版です。今日は、この 岩窟の聖母の総主編ということになります。私はここに三本指の足を発見しました。ガブリエルの足ということになります。で、当初、この向かってですね、一番右側の白いのを私は指と思ったんですけど、この指はですね、周りの小石もしくは葉っぱと同じ色をしているのがわかります。なあち、この足は三本指の足ということになります。三本指というのはまさに魔女の代名詞といっても、 良いということになります。なぜダヴィンチはこんなところに魔女の足を描いたのでしょうかこれがリリトです。ペルシャでは魔女中の魔女ということになっていました。このリリトも三本指です。まあ最近ではこれイスタール、もしくはイナンナという説が有力になってきていますが、ともかくも三本指です。同じ、まあ同じと言いますか、三本指なんですね。同じような指を ダヴィンチは受胎告知の中で書いています。これが受胎告知です。この袋の形をした置物の下を見てください。えー、絨毯の下から三本指の足が覗いています。まあ、ダヴィンチはこういう形でですね、えー、マリア、すなわちマドンナは魔女であることを表現したわけであります。隠し手法と言います。三本指ですね。 爪もあります。そしてこの足とリリとのあ足と比べてみてください。大変よく似ているのがわかります。が、それだけではないんですね。マリアの足を見てください。三本あるかのように見えます。同じような手法でミケランジェロは カペラシスティの中に3本足の女性を描いています。この部分です。拡大してみます。この女性も足が3本あるかのように見えます。ミケランジョロはこのような形でダヴィンチの絵を、まあ、茶化したわけですね。右の足2本で、まあ、普通はそう見えるんですけども、もう一組、左の足2本で、 一組とも考えられます。そして、この足は、骨が剥き出しになって、中の骨髄液が外に漏れ出ています。色も正確に表現してあります。が、さらに、覚醒がもう一枚、あ、仕込まれています。まあ、今言いましたように、三本足。三本足。このような形で、ミケランジェラは、あーダベンチュの絵を遮したわけであります。そして、ここを見てください。 これは森本聡さんが発見なさいました。ここにも、まあ、騙し絵といいますか、隠し絵が仕込まれています。一見すると、このような若い男性の顔ですけども、もう一つ別の顔が隠されていきます。悪魔の顔なんですね。その悪魔の顔が、この人の背中の上に乗っています。このように、まあ、隠し絵手法で、ミケランジュロは、 この女性って言いますか、人がですね、えー、まあ、そうした人であることを表現したんですけども、まあ、衣服の色を比べていただくとわかりますように、明らかにミケランジョロは、ラベンチの書いた受体告知を、まあ、茶化しているのがわかります。そして、この、えー、丸のと小さい丸のとこを見ていただくとわかりますように、えー、服とも、衣服とも、あるいは皮膚ともわからない、えー、表現がしてあります。この色は、 あの、下の帯の色と同じなんですね。まあ、見方によっては、左の帯も、また、あの、レプタリアン特有の、まあ、めくれた川というふうにも、理解、解釈できるわけです。そして、ここの人は、男性なのか、女性なのかということなんですね。まあ、皆さん、この人は女性だというふうに思い込んでますよね。まあ、女性にも見えるわけです。しかし、ミケランジョロは、カペラシスに書いた、まあ、人はですね、 男とも女ともわからないのがその特徴です。顔だけ見てますと、女性かなと思うんですけども、ついているものがついています。女性かなと思うんですけども、やはりついているものがついています。まあ、逆転してるわけですね。ほとんどの絵がそういうふうに表現されています。この人も女性かなと思うんですけども、やはりついているものがついています。ですから、右のこの人はですね、一見女性ですけども、私はこの たくましい腕からして、男性ではないかと考えています。話を戻しますけども、眼窟の聖母です。ここにガブリエルが描かれています。ガブリエルです。同じ顔をしたまあ人をですね、ミケランジョロはシステーナの礼拝堂に描いています。反転して、そして拡大してみますと、目の 目が少し開いてる、開いてないの違い。それから、え、描いてる角度は違いますけども、細かい部分では、同じということは一致します。ということは、ミケランジョラは左のガブリエルをモデルにして、右の、いわゆるシシアの天井画を描いたと私は考えますが、それだけではなくて、背中を見ていただくとわかりますように、この人にはヒレがあります。やや胸が大きいから女性かなと思うんですけども、先ほども言いましたように、この前 まあ、周囲に書かれている、同じような人物は、顔は女性で、体は男性です。ついているものがついています。ということになりますと、右の人は男性ということになります。そして、ミケランジョロはこういう形で、ガブリエルが男性であることを示しました。だけではなくて、よく見ますとですね、この皮膚がですね、ぼやーっと二重になっているんですね。これは、ラファエルも同じ手法で絵を描いてますけども、皮膚なんですね。いわゆるレプタリアン特有の皮膚なんです。 ま、柿村かなと思うんですけど、線が、え、足から、あの、腹の方に続いています。この手法は、あちこちで使われてますから、皆さんも、ルネサンス式の絵を見るときは、注意して見てみてください。そして、少し前に作りました簡単なビデオを、もう、もう一度紹介しますけども、ガブリエルが男性であるという証拠が、ここにもあります。え、マドンナがですね、 まあ、向かって右側の人の腰の上に膝を乗せています。大変危ない枝ということになります。女性どうしても大変危ないです。まあ、もし右の人がですね、男性であったらもっと危ない関係ですね。いくら親しいと言ってもですね、えー、膝の上に腰を乗せる行為がどういうものであるかは、 ま、皆さんが想像なさっている通りであります。が、この4本の足がですね、どのように絡み合っているかがわかりませんけども、ともかくも、マドンナの腰がですね、向かって右側の、え、人の膝の上に乗っていることは事実です。右の絵はその逆にですね、マドンナの、え、膝の上に、この、まあ、人がですね、自分の腰を乗せています。一体この人は男なのか女なのかということになるわけです。 まあ、男と女であれば、まあそういった、情景ということになりますね。で、検証しています。もう一度見てください。まあ大変危ない関係ということはわかりますね。で、この人は男なのか女なのかということなんですけども、ミリリュウさんが写真を集めてくださいました。えーまあ、これは、右の方はヨハンねいうことになってますけども、年齢的に合いませんが、ともかくも、 顔、この顔が大変よく似てると思います。が、しかし、やっぱりこう、少し違うんですよね。そこで、さらに、ミリルさんはこんな絵を見つけてくださいました。これもダ、ダヴィンチ自身が書き残した絵です。で、髪の毛は長くて優しい顔しています。髪の毛は頭の額の上で2つに分かれています。で、細かいところをやはり、あの、称号してみますと、やや顔が傾いていることを除けば、 これら二人は同一人物であることがわかります。で、この人は男なのか女なのか、まあ、が出てますね。ということになるんですけども、この人はやや胸が大きいですけども、男なんですね。まあ、皆さんよくこの二人の顔を比べて、同じ顔だということを確認しておいてください。そしてこの人は実は男なんです。胸がやや出てますから、 まあ女性かなと思うんですけども、この人にはついているものがしっかりとついています。それが、これがその証拠です。眩しいばかりに立派なものがついています。すなわち、この人は男性である。すなわち、マドンナのあー腰を乗せているこの 人はですね、男であるということになります。大変危ないと言いますか、誤解を招く絵だと思います。で、ここでもう一度この絵を見てください。左にいるのがマドンナ、右にいるのが男です。そしてこの二人は足を絡ませて、このようなポーズで絡み合っていると言いますか、楽しそうに談話しています。で、右の方は逆に今度はマドンナの膝の上に この怪しげな人が腰を乗せています。この取り合わせは同じなんですね。マドンナと、それから、この人、この人、それから、イエス・キリストとヨハネが子供の姿で描かれています。このイエスの頭の額がですね、剥げ上がっているところが一致しているところ、一致してますね。なあち、このブルーの子供はイエス・キリストということになります。そしてグリーンはヨハネということになります。 そして、中央にいるのが、マドンナ。そして、その右にいるのが、えー、まあ、男ということになるわけですね。となると、ガブリエルは男ということになります。手のところに、こう、なんて言いますか、顔の剥がれたのがあるのも注意してくださいよ。そして、これ下の黄色いところが、右の下の黄色いところが、ガブリエルの足ということになります。そのガブリエルは、三本指の足で描かれています。皆さん、もう一つ注意深くご覧ください。これも隠し絵手法ですね。 まあ、中世の画家たちは、このような形で自分の思想を隠し絵という方法で表現しました。で、もう一、ガブリエルに戻っていますけども、えー、左が岩屈の聖母です。右がミケランジェロの描いたあ絵ですね。で、このイエスのあ体を見ていただくとわかりますが、何かしらぼやぼやぼやっと薄いコロで覆われているのがわかります。これは、 やはり、あの、あちこちで表現されてますけども、川がめくれているなあち、レプタリアンであることを示し、示しています。ダヴィンチはこのような形で、えー、イエス・キリストがレプタリアンであることを示しました。さらに、奇妙なことにこのロンドン版のイエスを見ていただくとわかりますが、この指が大変おかしいです。注意深くご覧ください。イエスの指を拡大してみます。 関節が人間より一本多いように見えます。人間は2個ありますが、この子供には3個あるように見えます。ですから指が1,2,3,4,4かつに分かれているのがわかります。まあ少なくとも人間はこのような指をしていないということになりますね。まあこれもまあ一つの隠し絵ということですね。明らさまに描くことはできませんでしたから、 まあ、こうした隠し絵という手法で、まあ自分たちの思想を表現したわけであります。マリアの手もおかしいんですね。まあこれ、ルブル版とロンドン版ですけども、マリアの向かって、まあ左側の手、右手をご覧ください、えー。まあイエスに手をかけていますけども、指先なんですね。この指がですね、異様に長いことに皆さんご注意ください。 やはり関節が一本多いように見えます。特にこの指先が奇妙ですね。で、この絵とですね、いわゆる、まあ、洗礼を受けるイエス・キリストの絵と比べてみますと、また興味深いことがわかります。まあ、このヨハネの、この手ですね。一番右にまるで囲んであります。この手をご覧ください。まあ、普通ではないですね。皮がめくれたようになっていて、そして、親指が短くて、 まあ、他の指が異様に長いですね。まあ、これも一つになってますか。以前精査しましたけども、まあ、普通ではないと。そういうふうに判断します。ということも、まあ、考えて、えー、見てください。おかしいものはおかしいですね。が、謎は続きます。この、マドンナを見てください。 左が最後の晩餐の、まあダヴィンチの最後の晩餐です。ここに左に描かれているのはマグダラのマリアです。これはもうほぼ定説化しつつありますね。で、このマグダラのマリアと岩屈の聖母を比べてみてください。全く同じであることがわかります。なあち、ダヴィンチはマグダラのマリアイコール聖母マリアであることを示しました。なあち、聖母マリアは年を取らなかった。まさに、 キリスト教教といいうううのはイシュタール教でででああったたことをこをうう形で示したわけであります。マリンブルーのあー衣服を着て、えー、色は少し焦ってますけど赤い色ですね。そして髪の毛、縮れ毛。そしてこう、なて言いますか、垂れているところ。この二人は同じである。すなわち、西部マリアとマグダルのマリアは同一人物であるということをダヴィンチはこのような形で示しました。ダヴィンチはそうした事実を知っていたんですね。さらに、 謎が続きます。このマドンナを見てください。これはルーブル版の方です。このマドンナの後ろに岩が立っています。色を色々、明度を落としたりしてますと、色が一体化しているのがわかります。岩の色がそのままマドンナに続いているのがわかります。すなわち、これも覚醒手法で、マドンナの体は蛇で大蛇であることを示しています。 色温度を上げていますと、このようにはっきりと出てきますね。周りにいるとは区別できます。この手法は、えー、洗礼のイエス、洗礼を受けるイエス・キリストの絵の中でも使われています。子供の前にあるのがヘビですね、コブラです。同じように右の、えー、マドンナの膝の上にあるのも、これもヘビを模したものと私は判断しています。 このような覚性をあちこちに仕込んであるわけですね。そして最大の謎は、なぜこんなガンクスの中に、まあ、聖母がいるかということなんです。これは岩のホラーなんですね。誠にもってにつかわしくない場所にマドンナ、ガブリエル、それにイエス、ヨハネがいることになります。そしてこのマドンナの体はまさに大蛇ということになるわけです。 で、大蛇、上半身が大蛇で、下半身が、あ上半身が人間で、えー、下半身が大蛇いうことになります。そして今言いましたように、これは蛇を表していると。この顔のところが蛇ということにも考えられますね。で、この、なぜ、この、こうした取り合わせの人たちがですね、ガンクスの中にいるかということなんです。それは、この、ここにもヒントがあります。もう一度、ここ見ていただきたいんですけども、 えー、このガブリエル。皆さんもこの姿勢を一度作ってみてください。この姿勢では自分の体を支えることができません。いくら縦膝にしてあってもですね、この,この角度の立ち縦膝であったら、まあ頭と体の重みで前に倒れてしまいます。で、ガブリエルの左手で自分の体重を支えるということになりますけども、これはヨハネの背中に軽く触れてる程度のような感じがします。 なわち、ガブリエルはこの体で自分を支えるためには体全身が大蛇でなくてはならないということになります。なあち、ダヴィンチはこのような形でガブリエルの体は大蛇であることを示しました。なわち、ギリシャ神話でいうラミアということになります。まあ、上半身が人間で下半身が大蛇ということになるわけですね。 で、この、ラミアは、岩の切れ目の,上のところに住んでいたと。という、まあ、伝説があるんですけども、まあ、その、場所がここです。アンボル、アンボトという山なんですけども、現在はスペインになっています。これがアンボトの山です。伝説によれば、この山の頂上付近にあるホラーナに、ラミアが住んでいた。マリが住んでいたですね。 ローマ名、マリです。マリがこの山の頂上のふもとの穴に住んでいたということになります。で、結論です。ダヴィンチは、岩屈の聖母の絵を描きました。なぜこんな絵を描いたのかあるいは何をダヴィンチはこの絵を通して私たちに訴えたかったのかユダイ国史の絵をなぜ描いたのか何を訴えたかったのかそして、最後の晩餐も描きました。何のためにどうして何を訴えたかったかということになります。 今、私が述べてきたことを参考に、もう一度これらの絵を並べて、皆さん考えてみてください。この絵の向こうに私の知らな、私たちの知らなかった別の歴史が隠されているということになります。岩窟の聖母の謎。ということで、今日の話を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is m a t a v e i m i d d l i e a and Hiroshiashi Japan.Concacted co Common Sense of Leonardo da Vinci.Davinci の捏造された常識。謎、また謎。謎の洪水。それがダビチの世界ですね。えー、今日はダビチの書いた岩屈の聖母についての謎を考えてみたいと思います。えー、岩屈の聖母の絵画は2枚残っています。 左がルーブル版、右がロンドン版ということになります。このルーブル版の謎ですけども、ここにガブリエルが描かれています。女性ということになってますけども、本当に女性なのでしょうかまあ、こうした常識はまず疑ってかかったら良いかと思います。本当にこの人は女性なのかという謎です。皆さんも驚かれると思いますけども、まあ、それについて考えてみたいと思います。 これがガブリエルですね。まあ、一応ガブリエル、女性ということにしておきます。で、右がロンドン版のガブリエルです。まあ、右の方はそれほど姿勢に不自然さを感じませんけども、左の方はこれ不自然ですね。えー、頭はまっすぐ立っていて、そして背中が曲がっています。で、足がまっすぐ立っていて、折れ曲がってという状態ですね。この状態では人は座ることができません。なあち、 まあ、体を支えることができないということですね。そこでこのガブリエルは右手でまあ支えるということになりますけども、右手は、まあ、ヨハネの背中に触れている程度ですね。で、よく見ますと、このガブリエルには、まあ、右足が描かれています。ここにあります。この足を見てください。で、私はこれを見たときに、これは女性の足ではないと感じました。太くて大変たくましい足をしています。まあ、この程度で、このガブリエルが男性という、 ことではありませんので少しお待ちくださいね。で、まあこれがきっかけになりまして、このガブリエルについて調べてみることにしました。これは本当に女性の足なのかと,ということになりますね。で、もう一度姿勢をちょっと見てみたいと思うんですけども、このガブリエルの姿勢ですね。で、今言いましたように、まあ不自然な座り方をしているわけであります。で、右手で支えているかというとそうではなくて、右手はヨハネの体に触れている程度なんですね。 そして、彼女の手は丸の中にあり、そしてその向こうに足が白い丸ですけども、ここに足がある、あがあることになります。で、同じような手法をですね、実は、えー、ダヴィンチは、あー受胎の、受胎告知の中で使っています。その前に今ちょっといや比較してみますと、この右にいるのが、これがですね、ガブリエルということになっています。まあ、マリアに、 えー、受胎を告知にやってきた、受胎の告知にやってきたというわけです。で、このポーズ、姿勢がですね、まあ左右反転してますと、全く同じであることに気がつきます。そして、まあ、あの、ラファエルと同じように、まあ、マリアも、あごめんなさい、ガブリエルも薄い皮を剥いで、まあ、いる、まあ、レプタリアンの、まあ、象徴を、的な、まあ、衣を着ているということになります。まあ、 薄い透明の衣というよりは皮なんですね。そしてこの姿勢も同じような姿勢を保っていることがわかります。ただ、左のガブリエルは膝を立ててますからね。まあ、あの、安定感がありますけど、まあ、右の方は膝がやや見えます、見えない、見えないこともあるんですけどもね。まあ、やや不自然な印象を受けます。で、まあ、ともかくもこれら二人は同じ女性、ガブリエルということになるわけです。で、悪魔の足をついて考えていますけども、 先ほど、まあ、あの、ガブレエガブレの足が、あの、見えて、見えていましたように、同じような手法で、ダヴィンチュはマリアが魔女であることを示しています。この矢印のところに、まあ、隠し絵という手法でマリアの足が描かれています。三、えー、本指の、まあ、爪のある、まあ、この足ですね。鳥のような足、鳥の足のような足ということになりますけども、こうした、まあ、隠し絵手法で、ダヴィンチュはマリアが魔女であることを示しました。えー、マリアは、 当時、まあ、魔女はですね、岩窟に住んでいたということになります。また、マリ、マリっていうのはですね、魔女の代名詞でもあったわけです。マリンブルーという言葉もそこから生まれました。ともかくも、岩、え、窟、ー、の聖母の足と、それから、えー、受胎告知の足、同じような手法で、まあ、ダ、ダヴィンチは、まあ、あの、ガブリエルも、まあ、に、 女性ではないということを示した可能性が高いということです。下の方はね、あの、受胎告知の方は、あの、マリアが魔女であることをはっきりと示しています。で、マリアには実は愛人がいました。っていうと驚かれるかもしれませんけれども、それを疑わせる絵が一枚残っています。 えー、これがその絵なんですけども、えー、向かって左側にいるのがマリアと思われます。そしてその向こうに一人人物がいますけども、この人4人が,2つ2人がですね、4本の足を複雑に絡み合わせて座っています。少なくともマリアはその右の人の膝の上に腰を乗せているのがわかります。で、この4本の足をどういうふうに理解したらいいかですけども、いろんな組み合わせが考えられます。 が、ともかくも、マリアが膝を、自分の膝をですね、えー、隣の、えー、人の膝の上に、えー、腰をですね、自分の腰を隣の人の膝の上に乗せているのが、これがわかります。すなわち、まあ、非常に危ない関係と言いますかね。あのー、まあ、そういった関係に疑われても仕方ないような絵であることは事実です。で、同じような絵を、まあ、ブダビンチは他にも描いてますけども、これもその、その絵なんですけども、これも怪しい絵なんですね。まあ、あのー、 見ていただくとわかりますように、手前の人が向こうの人の、えー、膝の上に自分の腰を乗せているという絵なんですね。で、この問題はですね、この、まあ、左の絵なんですけども、その向こう側にいるのが、えー、男性なのか女性なのかということなんですね。まあおお、女性どうしても問題があるんじゃないかと思,思いますけども向、まあ、その向こうに座っている人がですね、男性であれば、さらに大きな問題。 ではないんでしょうか私にはそういった、まあ、答えはよくわかりませんけども、ともかくもこの黄色い丸の人が男性か女性かということなんですね。で、ミリルさんがいろいろなまあ絵を集めてくださいました。まあこれもヨハネということになってるんですけども、顔がよく似てますね。となると向こうにいるのはヨハネということになるんでしょうかまあやや顔が違うかなということですけども、雰囲気は似てますね。おでこの雰囲気、鼻の雰囲気、にんまりと笑っているところが、まあ、さらによく似た絵をミリルさんが探してくださいました。 で、これを少し明るくして比較してみますと、その両方は全く同じであることがわかります。ただ、あの、絵を描く角度がですね、やや違ってますから、左の方はややうつむいています。右の方はやや上を向いています。しかし、同一人物であることはわかりますね。なあち、マリアの向こう側に座っているのは、右の人物であることがわかります。そうすると、この右の人物が男性か女性かとわかれば、左の人物も男性か女性かということがわかるということになります。で、まあ、 実は、右の人は、これ男性なんですね。マリアは男性と、まあ、男性の腰の上に、膝の上に自分の腰を乗せているということになります。で、右の方が、まあ、このダヴィンチの書いた書き残したいですけども、胸がややあります。まあ、女性かなと思うんですけども、実はこの方は女性ではありませんよ。実は、この方はですね、男なんですね。髪の毛長いし、女性っぽく見えますけども、男性なんです。ちゃんとついているものがついています。 まあ、マリアは、この男性の、まあ、膝の上に自分の腰を乗せているということになりますね。まあ、ダヴィンチはこうした絵も書き残しているということですよ。となりますと、まあ、これは、まあ、私は今、今、先ほど言いましたように、ボーイフレンドということになるわけです。確か、マリアの夫は、ヨセフではなかったのでしょうか。まあ、ともかくも、ここに出ているのはみんな、あ ま、この人、この人はですね、男だということですね、要するに。なーち、マドンダは、その男の人の、ま、膝の上に自分の腰を乗せているということになります。で、右の方は逆に、マリアの腰の、膝の上に、ま、この人はですね、自分の腰を乗せているということになります。となると、この両者を比べていただきたいんですけども、キャストが同じなんですね。で、この人とこの人は同じ。 というふうに考えるわけです。というのは、マリアとマリア、そして二人の、まあ、子供すなわちイエスと、えー、ヨハネということになるわけですからね。キャストが同じということです。 そしてまあ、一見女性女性という関係に見えるかもしれませんけども、女性男性という関係になりますと、右の、いわゆる眼屈の性房の中の、そのこの右のガブリエルと言われている人は、実はガブリエルではなくて、まあ羽がありますけどもね。それはあの、ありますけども、これは男か女かということになりますと、これは男性ということになるわけですね。ですからこの足は非常にまあ見た印象ですね。見た印象では男性っぽく見えるわけですね。 で、ガブリエルが、あの、男か女かという議論はなされていないと思いますから、ガブリエルは男であったというふうに考えても間違いはないんじゃないでしょうか。ともかくも、この足から受ける印象はですね、彼しても右の、えー、人は男性であるということになります。ということを、まあ、別の角度から証明してみました。で、もう一度、えー、見てますと、そのことをですね、実は知っていたのは一人いましたね。私より先にそのことに気づいた人が一人いたんですよ。それが、リケランジョロです。 ミケランジェロは、まあ私が今日発見したことをすでに知っていました。そのことを、シティな礼拝堂の天井画として書き残しました。右がミケランジェロの描いた絵です。左が先ほど言いました、眼窟の聖母の中に出てくるガブリエルです。両者を比べてみますと、顔が、まあ、同じですね。あまあ、髪の毛は違いますからね。こういう時はよく髪の毛に騙されるもんですから、髪の毛をうまく 頭の中で除外して、比べてみてください。やや、あの、傾き、それから目の、目の開き具合が違いますから、その辺は注意してください。あとは、まあ、全く同じだということです。なあち、メケランジョラは左の、まあ、眼骨の成分の中のガブリエルが男性であることを知っていたということになります。なあち、右は、これ男性なんですね。一見、女性っぽく見えますけども、同じように並んでいる絵と比べてみますと、他の、まあ、像、絵の中には、 ま、あるものがちゃんとある、あって、それがきちんと描かれています。これは、すなわち、右の三人は、これはみんな男性なんですね。その中の一枚が、まあ、中央の、まあ、絵ということになり、その絵は、え、眼屈の成分の中の、まあ、ガブリエルと同じ顔をしている。すなわち、え、眼屈の成分の中のガブリエルは、実は男であるということを、ミケランジョルはこういう形で示したということになります。 ま、私より先にね、それに気がついていた人がいたということはとても残念ですけども、そして同じように、岩窟の成分の中のキリストもおかしいです。おかしいものはおかしいです。で、それをこれから皆さんにお,あのお見せしますけども、ここに描かれているのはイエスなんですけども、この手を見てください。指を見てください。で、この指がですね、くびり方がちょっとおかしいのに皆さんもお気づきになると思いますけども、人間と比べて関節が一本多いように見えますね。 一本多いんですね。確かに。で、まあ、関節が3個ある、あります。それに皆さんもお気づきになると思いますけども、まあ、少なくともダ、ダヴィンチの書いたイエスは人間ではないということになります。さらに、まあ、このイエスはですね、薄い衣をかぶってきています。まあ、薄い衣と言いますと、ラファエルのとこ,ところで証明しましたように、まあ、皮なんですね。いわゆる脱皮している革ということになります。同じ手法でダ、ダヴィンチが、あまあ、 イエスは、レプタリアンであると、この絵の中ではね、そういうふうに、まあ、示しているということになります。まあ、この、え、衣を見てください。まあ、透明の薄い衣ということになりますけども、まあ、これは、あの、脱皮している皮を表現するときに、まあ、当時の画家が使った手法の一つということになります。 まあ、あのー、これについては、まあ、はっきりとしたことは、まあ、ペンディングということにしていきます。で、タベイさんから、さらに驚くべき、驚くべき情報がもたらされました。今まで私たちはですね、まあ、一人の画家が、まあ、データベースを使い回して、例えばダ,ダ,ダビンチにしてもですね、えー、データをそれぞれ使い回して同じような絵を描いていたということを、まあ、考えてきたわけですけども、マタベイさんはそうではなくて、 時代を超えて、画家を超えて、同じデータベースが使われている可能性があるということを指摘してくださいました。で、まあ、それを比較してみますと、こうして、まあ、眼屈の生母の顔ですね、どうせから、ペトロ・ベルジーノの 顔を比べてみますと、大変よく似てるってわけです。これはあの、ペエトロベジ・ベルジーノの絵ですけども、同じ、そうなってますか、頭の剥げ方、それから鼻の曲がり方などを比較してみますと、実はダ、ダヴィンチと、それからペエトロ・ベルジーノがですね、同じデータを使い回しながら使っていたってこと。 らしいということを、まあ、あまた別さんはお気づきになり、それを私に教えてくださいました。となると大変なことになるんですね。まさに、あの、ルネサンスの時代の画家たちの、まあ、謎というものがですね、まあ、底なしの謎へと、まあ、吸い込まれていくということです。そして、まあ、え、ヨース・ファン・クレーフェでの絵も、絵もそうなんですね。そして、まあ、年を取った人が、ヨース・ファン・クレーフェの絵ですけども、あの、いわゆる、年を、 いわゆる時代を超えてね、今度は同じデータベースとか同じモデルを使って、まあ同じ人物を決めておいてね、そして同じようにして絵を描いたということが疑われるようになってくるわけです。すなわち、ダヴィンチがダヴィンチ自身の絵の中でデータの使い回しをしていただけではなくて、実は同じデータをですね、時代を超えて、なわち、ペトロ・ベジ・リード、それからダヴィンチ、ダヴィンチ、それから、ヨース・ファン・クレフェの間でも使われていた可能性があるということですね。まあそれについてはさらにこれからも検証してみたいと思いますが、まあ、マタベさんが おかしいと思われたことは、まさに、なっていますか、謎の、まあ、謎の中のまた謎と言いますかね、もう巨大な謎がその向こうにあるかのように思思え、思います。ということは、まあ、証明するのが大変って言いますかね、あの、<laughs> ということなんですね。まあ、たべさんの、からの、まあ、報告をお読みください。 まあ以上のことから、三人の画家たちは皆、まあアンチクラシスト、まあキリストとして、まあ仲間であったと。そして、互いにデータをですね、時代を超え、学を超え、使い回していたということになります。で、結論は簡単なんですね。まあ、この絵を見ていただくとわかりますように、まあ、マリアは男性と一緒にいる。その男性と同じ、まあ、組み合わせがですね、まあ、同じと言います。組み合わせが、あの、岩の生母であり、ということになりますと、え、ー 右にいるガブリエルと言われている、まあこの神は、天使はですね、実は女性ではなく男性であったということになります。まあ、また部さんから大変な、あの、情報をいただきましたので、これから精査しますけども、まあどうやってこう、それを証明していくかということで、ちょっと気が遠くなった部分もあります。どうもまたべさんありがとうございました。and thank you very much for watching and see you next time. Bye!